お話をお伺いしたのは、仕事の内容を教えてください。皆さんのお家の中に貼ってある壁紙であったり、クロスと呼ばれたり壁紙と呼ばれたりするものの、実際に貼る仕事であったり、選んでもらう仕事であったりとか、あと窓についているカーテンを取り付けたり選んでもらったりとか、あとこういうカーペット、絨毯と呼ばれるものの、あの工事をに携わらせてもらっています。なぜこの仕事を選んだのですか？父親がずっとや今の仕事をやっておりまして、最初それの手伝いアルバイト感覚で始めたんですけども、2年ほどやってて、自分の先輩がおられたんですけども、その人とついて歩かせてもらうようになって、なんかこう作業、手作業していることがすごく楽しくなって、ものすごい部屋が激変するんですよね、僕らの仕事で。その瞬間にお客さんが喜んでくれてある姿とかを見ると、自分がやっぱ嬉しくなるので、ああいい仕事やな、自分も手作業が好きだったので、親父がやってるというのもあったので、ちょっと後継いで頑張ってみようかなっていうのがきっかけでした。この仕事の難しいところは、今まさに冬場なんですけど、糊を使う仕事なんで、一回一回こう水に手を突っ込むっていう作業が出てくるんですけど、糊を拭くためにバケツの中に手を突っ込むんですけども、やっぱりもう冬はもう朝一仕事できないぐらい冷たいんで、その辺が手が荒れたりもするんで、その辺がちょっと辛い時と、あとどうしても工事日程が組まれてるんですけど、僕らやっぱ最後の方の仕事なんで、僕らが中を仕上げないと電気がつけられなかったり、トイレ器具がつけられなかったりっていうのがあるので、やっぱり工期を守るっていうことに追われることが多いですね。仕事をやる上で大切にしていることは、人の目線をとにかく気にしますね。人の目の高さをとにかく注意してはる。座った時にどう見えるかなとか、玄関入られた時の壁を大事に扱うとか、もうどこもかしこも同じ作業にするんじゃなくて、やっぱお客さんがどこに生活してはるかを考えて、目線を考えてはることが多いですね。やっぱりこの真っ白の無地だとどっから見ても一緒なんですけど、例えば悪い柄、水玉とか例えばあったとしたら、やっぱり部屋に対して均等に振り分けられてるように貼るとか、やっぱそういう目線ってすごく大事だと思うんで。この仕事の面白いところは、やっぱりそのね、入った時は例えば張り替えとかやったら、汚れてたりタバコがついてたりとか、汚れてる部屋がその日1日だけの仕事で、僕らの仕事で一気に真っ白になったり華やかになったり、短時間でやっぱり激変するので、それをお客さんが見られた時にもう感動されて、やっぱりありがとうって、よかった、やってよかったって言ってもらえた時がやっぱり僕らの一番の喜びやと思うんですけどね。動画を見ている私たちにメッセージをお願いします。力ってそんな使うことないんで、やっぱり手の器用さとか、手作業がほとんどなんで、もううちの会社にも一人女の子がいるんですけども、もう2年で何でもない壁紙やったらもう貼れるようになっているの で、まさしく楽しい、やってよかったって言ってくれているので、そんなに難しい仕事でもないんですけども、やっぱり女の子って丁寧なんですよね、一つ一つ の仕事が。こんな言い方してる男の子やったらもうこんでいいやとか、こんなもんでいいかってなるところが、やっぱり一つ一つ手抜かずにやるのと、一回終わった後でも見直したりとか、やっぱり一つ一つ所作動作もやっぱり綺麗ですしね、で今の女の子用の道具とかもできてきてて、見た目もやっぱ可愛く、なんか職人さんってイメージじゃなくて、職人さんというより貼ってる姿はデザイナーさんっぽく見えるんかな。